あなたはナンバーアンダーライン愛のエムステ出演についてどう思いますか彼らのこれからの活動に期待していますかナンバーアンダーライン愛がエムステで富士を初めて披露しました。これは驚くべきことですね。彼らが様々な民放の番組に招待されるのは本当に素晴らしいことです。ゴートが軸になって様々な楽曲を披露できるのは 本当に強いですね。あなたたちファンがいつも温かい言葉で私たちの気持ちを代弁してくれて本当にありがとう。富士の演出がどんなものか本当に楽しみですね。出演できるということは本当に嬉しいですね。このお知らせ本当にありがとう。富士を見られるということは本当に嬉しいですね。彼らがどんなダンスを披露してくれるのか 本当にワクワクしています。ただ、少し心配なのはカメラワークやアングルですね。残念なことが起こらないことを祈るばかりです。まさかのエムステ。テレアサも覚悟を決めましたね。しかもゴートと共に富士。ナンバーアンダーラインアイの3人のクリエイティブ性がまた魅力的に見せてくれるのでしょうか。エムステ、彼らはこだわっていられませんね。 彼らの言葉は本当に心に響きますね。本当に嬉しいです。今晩はいつも応援してくれてありがとう。あの日から上書きができます。本当に楽しみです。お忙しい中、動画をありがとうございます。心置きなく筋トレを頑張ってくださいね。富士が好きです。成功するといいですね。 動画でナンバーアンダーライン愛の m エムスで出演情報を知りました。しかも、富士。嬉しいです。いつも早い情報をありがとうございます。翔くんと騎士くんも細身に見えて筋肉がすごいですが、今晩はまたまた嬉しいことですね。楽しみしかないです。三人の笑顔に会える喜びを感じています。 本当にありがとうございました。すごく聞きたかった富士だけに嬉しいです。また、想像を超えてくるつもりでしょうか。もうファンにとっては、お祭り騒ぎのような日々ですね。すごい三人ですね。言う通り、ナンバーアンダーライン愛は周りをほっとかないんです。求められているんです。ガンガン応援します。それも富士ですか 凄す,すぎます。本当にぶちかましてやってくださいね。ナンバーアンダーライン愛の3人になってくれて本当にありがとう。3人のやりたかったことが叶えられているのが本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。あなたが言う通り3人だけを見ていれば間違いないですね。彼らの出演に少しでも花を添えられるように MV 再生を頑張りたいです。 ゴートと富士、嬉しい演出と衣装に期待大ですね。まさかの富士が来た。と思いましたが、狭いスタジオであの迫力は難しいですね。まあ、楽しみですが、反面、旧舎に一番推しなのはテレ朝ですからね。曲の良さが出せるのか、演出が心配です。待ちに待ったエムステ、本当に楽しみです。富士とゴート、今から予約します。 また、コンサートを思い出しながら見ます。筋トレをしていたんですね。お疲れ様です。ナンバーアンダーラインアイはこんなスピードでエムステに戻ってくるなんて、本当にすごいことですね。2024年はナンバーアンダーラインアイに良い意味で振り回されっぱなしですね。先日の BYC でもうちょっと冷静になれそうにない余韻から。 ようやく現実に戻ってきたばかりなのに、今度はエムステ富士。一年経たずにあの場所への復帰を果たした彼らには、本当にリスペクトしかありません。富士でカニカマしてほしいです。まさかの富士、本当に楽しみです。衣装も楽しみですし、パフォーマンスも楽しみです。そして、あの事務所の副社長グループも出演しますね。 同じ画面にはならないでしょうけど、12日は忙しくなりそうです。毎回言葉の表現が深くて刺さりますね。色い々ろいろ言う方もいるかもしれませんが、私たちは動じません。また一人でも多くの方々に彼らを見ていただきたいです。やった。思わず叫んじゃいました。すっごく嬉しくて、今から楽しみです。 みんなに彼らのことを知ってもらいたいですね。エムステはなかなか難しいのかなと思っていましたが、出演と知り、ひゃあ、と声が出ました。真摯で温かいお話をいつもありがとうございます。めっちゃ嬉しいエムステ。ありがとうございます。12日は忙しいですね。 しかもエムステで富士を披露してくれるとのことで、どういったパフォーマンスをしてくれるのか、もう楽しみでしかありませんね。彼らを愛して和議時に思っているみんなと手を取り合って、押し上げたいです。どんな時もファンがいると安心して突き進んでもらいたいです。エムステは民放か番組最後の番組ですよね。やっと朝日放送に呼んでいただきました。 あの時から半年余りで本当に嬉しいですね。帰ってきてくれてありがとうと思いました。ナンバーアンダーライン愛はファンのために頑張ってくれています。身体だけは大義に好きなことを世界に進んでほしいです。ずっと応援します。再会して笑顔でもう一度写真撮影できると良いですね。以前にエムステに出た時、 将軍のマイクを持つ手が震えていたのが忘れられないです。すごく不安だった。でもやっと帰ってきたんだってしみじみ思います。本当に嬉しいです。いつも優しい言葉、ありがとうございます。彼らを蹴落とそうと理不尽に叩かれて悔しいけど、それでもやっぱり今の状況は本当に幸せなことですよね。これからもずっと応援します。 彼らが唯一持ってこれたのが私たちファンです。いよいよ来ましたね。ここに来てまさかのエムステ、本当に嬉しいですね。来週は楽しみとワクワクと嬉しさが倍増です。エムステ、いつなんですかと思っていたところに出演情報が。それだけでなく富士を披露してくれるなんて、本当に嬉しすぎますね。